ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。武田です。おじさん長に来ていただいております。イエーイ。おじさん長からまた新たな発表というか、はい、活動をやっていくっていうところで、うん、皆さんのご意見も聞きながらというか、あら今来年からかな、令和5年から土日の部活動がなくなっていくというの皆さんご存知ですか？部活動問題って今 SNS とかですごい話題になってる、まだ実際現場の先生方も地域によってもうそうなるから準備しようっていう地域もあれば、いやいやうちまだまだでしょみたいなところもちょっとあったりして、情報にも格差があるんですけ ど文科省とか経産省的には先生方の負担が部活動によって大きくなってしまっているので、一旦その地域に出しましょうみたいな方向で話が進んでるんだよね。ちょっと難しいんだけど、学校の先生が学校の業務として部活動に関わるっていうのが今後なくなっていく方向になっている、今のところね。なので学校の先生が学校の業務終わった後になんとか陸上クラブのコーチとしてその学校に通ってる生徒さんを指導したりとか、まあ、サポートすることはできます。なので先生が完全に部活動を見れなくなるってわけではないんですけど、先生が先生という役職のまま部活動を見ることがなくなっていくんですよ。それ結構ピンチじゃないですか。結構ピンチ、はい、今までが教育活動の一環として部活動があったので、学校の先生も授業を教えるのと一緒なぐらいの割合で部活動も見るみたいな。部活動を見たくない先生っていうのも、まあ、中にはいらっしゃる、はい、このチャンネル見てる方もそうだと思うし、まあ、我々もそうだと思うんですけど、熱心な先生に、まあ、出会えたから陸上競技の素晴らしさだったり部活でみんなと頑張るみたいな部活動キッズだと思うんですけど、はいはい、それがなくなってしまうってことはすごくマイナスじゃない？聞いてるんだけども、そうドピンチですよね。でも逆に今ぐらいの年齢も30近いでしょ、結婚して子供がいてって言った時に、もちろん見てる生徒もそうだけど自分の嫁さんとか子供とのプライベートの時間っていうのも多分同じぐらい大事、まあ、どっちが大事っていうのは正直やっぱ難しい。難しい、先生は先生のプライベートがあるし生徒との関係性もあるし、そういう意味でずっとそっちにコミットしてくださいってやっぱ難しいっていうのもなんとなく分かる年齢になってきたもん、我々も。そういう意味で先生方の負担を軽減していこうという取り組み自体に僕は基本的に賛成で、もちろんやりたい先生はやればいいし、まあ、そういったことでプライベート選ぶ先生も中には出てきてしまう。そうですね、しまうって言い方もおかしい、選んでも別に問題ないし、そうですね、別に権利なんで。そこで見てた学生さんたちが指導者がいない状態とかどうしたらいいんだろうみたいなことになってしまうので、まあ、それをまあアクセルとして作っていけないかというのが、まあ、今回の話になるんです。またいいことするんです。いいことしかしない基本的に。お金はないけどいいことはするんです、はい、本当にどれぐらいそれが進んでいくのかも分かんないし、うん、どんな温度感かっていうのがやっぱみんな分かんなくてちょっと見合っちゃってる状態、うん、こういう形もあるんじゃないのとか、こういうところが問題だよねって事例はやっぱり使う方がいいなと思うので。なるほどです。早速7月16日僕とか草野が練習会みたいなのをやろうと思っています。陸上部の子もいいし陸上部じゃない子もいいし、部活動まず土日がやんなくなるんだけど、ここに行ったらとりあえず陸上できるとかみんなと一緒にコミュニティがあるみたいなのを作ってあげたいなっていうので、その7月16をまずキックオフとしてやろうかなと思ってます。貸し切りでがっつり、貸し切りでがっつり。おお、一応ね中学生限定、まずは、うん、ここがちょっとやっぱ難しくて、部活動って先生が教育活動の一環で見てくださっていたので、生徒さんが先生に対してお金を払って指導していただくってことは多分ないんじゃん。あった記憶ある？ないんです。コーチ費とかね。一切ないです。だからもうそれがめちゃくちゃすごくて、コーチ費も払わずあんだけすごい選手を育てて先生方めちゃすごい。ボランティアみたいなもん、ね、そうそう、ボランティアみたいなもん。我々はどうしてもやっぱそれだけだと施設を借りたりだとかいろんな人件費とかかかってくるので、今回に関しては500円、うん、施設を使う料金の500円をまずいただいて、まあ、どれぐらい来るかとか、まあ、どれぐらい需要があるかというのをまず探らせてもらえればなというふうに思ってます。何が正解とかじゃなくて、本当にさっきもお兄さんの言葉ありましたけど、まずやっていかないともう何も分かんない、そうやっていかないと分かんない、何も分かんない、そうそう、もちろんそこから上がるかもしれないし下がるかもしれないっていうのは、まあ、ちょっと今後のね社会の流れを見ながらにはなるんですけど、議論を始めるためのはい、何かやりたいなというか。なるほど。いやー、なんかいいでしょ、生徒にも目止まってほしいですけど、なんか大きいところに目止まってほしい。そうね、まあでもそれもやっぱり活動していく中で見てもらえるしかないですもんね、それは。そうだね、はい、そうだね、はい、それと俺の草野もその日は行くんだけど、できればそのアクセルのメンバーが代わる代わるなんかそのコーチとして入るっていうのがいいと思ってて、武田さんスタートしてくださいって言われたらいいよって言うじゃん。言いますね。コーチングじゃないかもしれないけどアドバイスはできる、うんうん、でうちのメンバーは幸いすごい強い選手もいるし、で名門校でやってきた子たちもいるしキャリアがあるから、コーチングではなくてアドバイス、アクセル部みたいな感じですか？そう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 、アクセル部みたいな感じ、名前どうなのか分かんないけど。なるほどです、なるほどです。そういう温度感ですね。
伝わりました。なんかまあみんなと一緒にアクセルのメンバーとケツ割れする機会があってもいいだろうし、主役はみんなだから。そうですね。中学生のみんなに、いろんな人でなんかそのなんだろう、自分たちの後輩って言ったらおかしいけど、所属を超えた陸上界の後輩たちにできることをやっていきたいなっていう感じかな。申し込みについては概要欄に Google フォーム貼ってもらって、名前となんか学校名と学年ぐらいでパッとできるんで、でお金は当日ワンコインも。なるほど、簡単だということで、突然の告知でした。どうでしょう、8月16日16 16 5時かな、5時だと思います。かしこまりました、はい、皆さんぜひお会いしましょうということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、あ